ここラリーの砦が解放されました。ラリーいよいよ来んのか。じゃあなんか見慣れない兵法もちょっといるけどラリー来るかね。クリボー本家ではね、まあ後々戦うことになるコクッパ七人衆が、クリボーたちがねそれを超えるという野望を抱いてるからね。じゃあ行きましょう。まあ兵法なんだけど、ラリー様の居場所が分かりました。そういうクッパ軍団がたくさんいます。よし行くぞ。どうなるんだろう。え、何？何のスイッチだあれは。物騒なスイッチ持ってんな。あはは、ここにオイラの砦を建てるのが、そのための1ブロックだったの、そこ。あっちのちはオイラの森になるんだろうな。楽しみだな。ラリー様やっぱ強いよね。クッパのあれシーンだからね。ラリー様、これはどこに置きましょう。んー、あっち。そうか、ラリーに仕えてるクッパの軍団もいるからか。こうなっちゃうのか。お、んー、おい、そこのクリボーと兵法、何やってんだ。お前らも働け。行くぞー。なんだお前、歯向かうか。クリボーのくせに生意気だぞ。お、さあ、ボスですね、これは間違いなく。頑張るぞ。3。ステージは3。よし、合図を見て。みんな頑張れ。8、7。打ち消しだ。よし。打ち消しだ。ボス戦に気合はすごい使えるからな。オッケー、早い。割とレベル上げてきてるから大丈夫なはずやけど。2回くらいね。オッケーオッケー。基本的に道中は打ち消しで、被害を減らしていこう。うわ、飛行ばっかじゃん。まあでも、突撃タイプがいないなら、飛行ばっかが。オッケー、A 連打で、ファイヤーパック、ハンマーボルスも、はい、続いて、84、大丈夫、いける、84なら、82、81、よし。割とスッといったな。さあ、あと、ラスト、ラリー来るね、いよいよ。いよいよ、来たね。来たー、ラリー。よし、行こう、気合い。集中する。それだけのこと。さあ、行け、必殺打って、どんどんみんな、ここで。はい！あー、それは無理かも。なんか、コクッパないし、なんかしてる。気合い入れろ、あははは。向こうもそういうのしてくんだ。風打ち消し、ボスの打ち消し。81です。もうラリーあと1体、誰か仕留めて終わり。ほいパタクリちゃん今ふいってなっとったけどよーし、まあ見守りだから難しい戦闘はないんだよね。ラリー様一緒に来てくれませんか。クッパ様を助けたいんです。嫌だね、クリボーに従うなんて真っ平ごめんだよ。まあそうだね、プライドが許さないか。ラリー様は隊長をやってくれてもいいです。僕はクッパ様を助けたいだけです。なるほど、確かにその一心はぶれないもんね。真面目なやつ。別についてやってもいいけど、これからどうするつもりだい。正気には戻ったんだね。お！で、他の7人衆は、この国を各地を占領して暴れまくってるよ。ギャゴピッツ様に従ってね。はっきり言って他のみんなもかなり強いぞ。バラバラになったクッパ軍団集めて、クッパ様助けてみんなにクッパ城に帰るんです。このクリボーさ、どんどんなんかさ、おバカのオーラというと、どんどんまた真っ直ぐになってきたね、信念が。はは、本当に真面目なやつだな。イギーが森、モートンが谷の方、ウェンディは確かに海だったかな。オイラが知ってんのはこの3人ぐらい。ロイとルドビックとレミーはわかんない。森と谷の海。言っとくけど、オイラは適当にやってもらうぞ。あ、隊長もやんない。いろいろと面倒そうだな。やらないんだ、結局。ラリーが泣くんだに加わったぞ。コクッパが、7人衆が入ったぞ、いよいよ。ラリー
クッパダネシール2人、メイチーズが高く実は隠れたスナイパー。なんだこれは。え、何これ、レベル35、隊長チャレンジ、兵法編。レベル35って何、え、そこまであんの、むしろ。レベル11、小山博士の調査。テレサじゃん。へぇ、ちょっと、早速ラリー入れるか。近くの洞窟に大量のテレサがいるそうです。テレサも一応クッパ軍団なのかな、一応。わーお、テレサだらけ。マジでテレサだらけじゃん。テレサって飛行タイプだろうな。何？え？あ！マジで？敵のテレサのスキルで後ろを狙えるんだ。へぇー。ははっ、へぇー、てんてんてんってなっとる。すまんすまん。つい攻撃されたもんで。何あれ、尻尾テレサ。あれ、何なの、尻尾テレサって初めて見たんだけど。尻尾テレサって誰なの？はい！はい！尻尾テレサって初めて見たんだけど。行くぞー！何？うわっ！こっちも！集中する。それだけのこと。84です。お互いみんな上がってんね。必殺が出やすそう。うわーなあ。オッケー、おお、ラリーラリーラリー終わってる。はい。あ、この声は。おお、カフェ以来だね、小山博士。研究のためにこの洞窟でテンサーを集めとったんじゃが、わしとしたことが激しくすっ転んでの。このお化け海に入っていたお化けがつい嘘で飛び出してもうたんじゃ。なるほど、それでそうなったのね。あの、あー、みなまり番でもかわぞい。テレサ、君たちが連れて帰ってくれ。わしの威張りなるお化けの研究は壮大なる終焉を迎え、迎えちゃうの？ルイージマンションもう出ないの？いや、あの、まあ、聞きなさい。そもそもお化けとは何なのか。わしの原則はそこから始まる。時代もがない姿が見える。実に非科学的な存在ではないか。空気中の埃りや塵が微妙な角度の光の屈折で、あーたかも生物のように見える。つまりはホログラフと同じ件によく捉えた時もあった。しかしそれではやたら鍵の存在は何じゃ。そしてあの独特な笑い声の発生源についても科学的に完璧には証明されておらん。わしは自問自答を繰り返した。あのちょっと長い。やはり彼らは実物より生物なのかもしれん。さて、さて、生物の定義とは何か。わしは研究に研究に研究に研究を重ね。行こうか。それにしても、金魚爆弾コインが必要じゃ。それでスタンビーズカフェという系が、あははそういうことなの。資金調達のためだったんだ、あれって。ああ、マジで今タイムマシン作っとるんじゃ。これがまた傑作です。伏線が、伏線が。おー、ゲラゴーニの森だ。ここはね、まあ、ギラギラソーダを求めにやってきたところですね。ヒギーさんは森にいるって聞いたけど、池ども池ども木ばっかり。うわ、ヤブーだ、これ絶対。ん？なんだろ、この甘いようなとろけるような匂いは。あ、嗅がずにはいられない。あ、体が勝手に。なんだか止まらない、止まらない。ね、止めて、いや、止めないで。ちょっと面白いから見てる。あえー、生きてたコマンタレブー。ここ最近この森を荒らしてるのは君たちかね。おそらくイギー様の仕業。これは失礼。あなたの疑いをかけた上で疑いぶれをお詫びしましょう。しかし、ここは厳かなるいかめしくも神聖なる場所。勝手に土足で曲がる悪い客は、あれこいつって何者なの？いちいちさ、あの、穴開けるっちゅうのは。さあ、新しい仲間、うわーやぶーしかいねえじゃねえかよ。うわー、ファイヤーテクテクパックンがいればこんなことにはならないのか。何？あ、打ち消されてる。よし、福引きだ。敵のパワーダウン、オッケー、敵の力ダウン、オッケー。
いけいけみんな、これを受けよう。うわあ、頑張れみんな。オッケー、はい。うわ、チョロボンが、え、あ、大丈夫だった。一瞬画面が消えたから、危ない危ない危ない、びっくりした。豆の子いる、豆の子はいいね。飛行タイプでやっちゃえ。福引き使うか、ほい。敵の、あー、味方がいいんすか。オッケー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 、打ち消された。敵も普通にそういうの使ってくるな、なんねえ。てんてんてん、なに、え、マジでお前も福引き使えんの、お前も福引き使えんのはやばいぞ。75頑張れ、75だ、頑張れ頑張れ頑張れ、あと痛い、よし。ゲラ購入といえばやっぱヤブーなんだな。あ、落とされた後だ、深いな。あれ？何してたんだっけ？あはは、嘘。イギー様を探す。ああ、よかったよかった。そ、そうだ。メットだ。操られてるか、はたまたイギー様を手下か。メットか。確かにクッパ軍団にふさわしいね、メットっていうのは。テレ様いんねー。なぜかテレ様ちゃんといるじゃねえかよ。いけ、頑張れ。うわあ。いいよ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 、イギーもしっぽてんさんも大活躍、新しい新メンバーしっぽてんさんよりも珍しいんだったらちょっと使おうかなって思って結局入れちゃったけど、でもラリーいるだけで心強くない、なんか。さあ次次、ちゃんとラリーも、ラリーもいる。はぁ、出てこれた。あれ？ラリーじゃん。あれ？あ、喋れるの？あれ？お前喋ったんだ、イギーって。何してんの？ここ僕ちゃんの持ち場だよ。ねえ、いつもアハハハしか言ってなかったのにさ、喋れるんだ、イギーって。知らなかった。ギャルカプチに怒られるよ。はぁはぁはぁ。あいつらって相手にしてくれないね。やっつけるしかないよ。イギー様、目を覚ましてください。ひょいってなっとる。何この、旗が刺さったクリボー、ゴルボットできとる。ほーみたいな。ラリー、手下はちゃんと一つつけておいてよ。じゃあ僕ちゃんは森にやいるやつは掃除してくっから、バイバーイ。喋れるんだね、イギーって。俺知らなかった。この迷路のようにまで、また会えるかどうか。まあ、進めてき会える、大丈夫だ。はははは、メット、硬いメットは立つじゃない。それはとパタメットに闘志を燃やす。闘志燃やすなよ。さて、あれ、みんなどこ行った？あれ、兵法たちは一人で走るから、そうやって。あ、いた。あ、確かに兵法だ。あれ、いつの間に先に行ってたの。旗ついてないよ。でも最高。あ、こら！おお！あれ、誰だっけ？この兵法。なんかいたな、ライバルコブみたいなの。旗がない！何やってんだ？何やってんだ？あ、ん？あっちがヘイファーで、これがヘイファーのコブの兵法。これが僕の兵法で、あ、仲間ではパタボンとクリッキーは？そうだよ。トリガー解消だ。仲間なんてもういらない。あの後結局解消したのかよ。一緒にもう怖い。だから僕はイギー様についていくぞ。なんでそうなったの？イギー様じゃ偉くなってやるんだよ。なんでそうなった？あれで笑った。笑うだろう。いいか、僕は兵法の中で一番偉くなるんだぞ。君も僕の子分になれ。僕の下には偉くなれるぞ。僕はこのクリボー隊長についていく。なんかかっこいい、その子セリフだけ。イラクなんて、なんか困らない。おお、なに、今なんて言ったの？イラクなんてなれなくても困らない。違う、その前。そっち？そんな余裕ぶっていられても今のうちだけだぞ。
近づくで僕を子分にしてやる。ちょっとかっこいいな。信頼があるんだよ今。さあ行きましょうみんな。よー待って、バトル数多くね。よー、いよいよそこまで来たか。わあ、なになに、なんかめっちゃ投げてくる。うわ、何プロペラ兵法。確かあいつプロペラ兵法って名前のはずなんだよな。兵法にも、うわ、でかいでかい、株が。プロペラ、行くぞー。何何、あ、福引き。敵のパワーアップ。うわー。でもなー、LP 使いたくないな。でも84だから大丈夫だと思うけど。頑張れ頑張れ。さあ、ヘイファーは？ヘイファー、まあ、ヘイホーしかいねえわ。本当に。気合を入れよう。集中する。それだけのこと。さあ、どんどんみんな行こう。あーっと！おお！おい！1、2、オッケー！スケットカモン！スケットが来るんだよな。まあでもこっちもう打ち消しが使えないのか。うわ、スケットめっちゃ呼ぶ。めっちゃスケット呼ぶ。スケットでも呼んだところだよね。オッケー、はい。さあ、あとヘイファーのみよ。必殺を打とうとしたら打ち消しで、もうさすがにいけるね。頑張れ、頑張れ。よし。また一人で古文を集めてた直しか。一人だけで頑張るやつは偉くなれない。うん、どういうこと？仲間と一緒に頑張るやつが偉くなれる。ふむ、深いな。クッパ様もそう。多分、きっと、うん、おそらく。なんかちょっと自信なくなってきてるよ。うん、わかるような、わからないような。行こう。あー、ヘイファー置いてかれた。それさっきなんて言ってたの？また？クリボー隊長になんだっけ？忘れた。思い出してよ。ヘイファー何してんの？え？行こうよ一緒に。そうそう、ヘイファーも一緒に行こう。え？あ、え？あれ、ヘイファー一緒に来んの？これもしかして本当に。おー、いよいよ仲間になったじゃん、ヘイファー。お前も仲間になるの？って思ったけどね。エリートに夢見ぬ、ビビリ夢に、ビビリって言うな。あはは、よかった。こいつらも出番あるんだね。ちゃんと。ポットレだったもんね、完全に。いや、ここはミーが留守番を。ノン、ここはミーが留守番を。ぬわー、来た、モンスターか。ラベル、ここはユーが相手よ。ノー、ここは優が相手よ。でもこいつら戦うって感じじゃないよね、絶対。うん。いや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 、あの、ちょっといい？ホーリッカー、この旗が刺さった気候喋ったぞ。落ち着くのはこれ、くむしを小都合かもしれん。ここは穏便にエゴシエート、大人の話し合いをしようじゃないか。あの、イギー様どこにいるかわかる？イギー様。なるほど。最近この森が何者かに与えたのは確かだが、すべてはそのイギーというストレンジガイの仕業だったのか。パーニョじゃないかな。ふむ、この森を制圧するというのなら、あそこを拠点にするしかないだろう。あそこ？さて、では本題に入ろう。その場所を教えてあげる代わりに、君たちには取ってきたいものがある。何を？あれ、でもそれってさ、うん、グリーングラス。あ、あー、その後の、マリオたちが行った後の話ってことか。かつて豆宮を奇跡とまで支える価値のあるもの。それを奪われたとあれば、ミーたちの面目は丸つぶれ。レッドグラスを取り返してくれたら、イギー君とやらの居場所を教えよう。異国人の客人はこの取引を受けるかい？いいよ、赤いグラスだね。でも誰が奪うって言う、奪って言うとそうだね。赤い羽の髪とか、パタパタのことかい？するって言うとそれはパタパタのことかい。よし、早速行こう。この先はデンジャースなチャンクチュアリ。モンスターがオールオーバーサプライズ。気をつけたま。あれ、もういない？話長いやつが多いの。
するって言うとやっぱりパタパタのことじゃねえかよ。パタパタしかいねえじゃねえかよ、みたいな。パタパタだらけじゃねえかよ。赤パタしかいねえよ、しかも。いや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 。赤パタメットやったっけ。あ、そういうことね。赤い羽の描いた亀だもんね。赤、まあ赤パタメットか。確かに、理にはかなってるんだけどさ。あ、やった、パタパタ持ってたんだね。頭の上乗せるってすごいな。運搬方法がそれしかなかったんだろうな。もう危ないっす。この目に秘める定石な感覚ですけど、正真正銘のレッドグラス。異国の客人よ、ありがとう。それでイギー様はどこ？ふむ、森を制圧するならマザーゲリア号を拠点するだろう。バッカーラのあそこだよね、多分。それってバッカーラが最後にさ、あ、マザーゲリアどっちだろう。ボスとしてね、立ちはだかったあそこかな。よし、行こう。しかし森の墓を生きては帰ってこれないという。あ、もういない。同じことをするな。パタメット、スタートも要塞パタメット、硬いメットがそのライバルシーンを燃やすメットで戦うのは苦手。お前は苦手なのね。